四万十市の富山地区では20年以上前から市内の酒造と協力して地域で育てた酒米を使って日本酒純米吟醸富山を作っています。今日は5月に植えた酒米銀の夢の収穫が行われました。収穫をしたのは地域の保育所や小中学校の子どもたち18人です。子どもたちは12アールの田んぼに入って足がドロドロになるのを気にする様子もなく鎌を使って稲を刈り取っていきました。ここ刈ればいいんだこれ。楽しい美味しいお酒になってほしい。大人になったら飲みたいです。収穫した酒米で作る純米吟醸富山は12月に出来上がる予定で、今年は600口3600本を見込んでいるということです。